プライムライフテクノロジーズ、トヨタホームトヨタホーム株式会社は、日本のハウスメーカー、及び同社が展開する住宅のブランド名である。コーポレートコピーは、人生をご一緒に。シンシアリーフォーユー。トヨタグループに属し、トヨタグループ内では、THC の略称で表記される。一大一事業というトヨだのモットーにのっとり、豊田昭一郎が、1975年に、 トヨタ自動車で建て売り住宅、マンション分譲を中心とした不動産開発部門と注文住宅部門を起こしたのが始まりである。自動車で養ったノウハウを活用した工業化住宅を謳い文句に展開したものの長年にわたり赤字が続き一時は存続が懸念されたが地元愛知県を中心に販売力を着実に強め黒字転換を達成。 2003年注文住宅部門を分社化し、ハウスメーカーとなった。2005年不良再建問題のため、産業再生機構案件となったミサワホームの支援スポンサーにトヨタ自動車が内定。2006年3月にトヨタ自動車、当社、野村プリンシパルファイナンスがミサワホームの出資を引き受けた。以降ミサワホームの技術提携や共同分譲を開始し、 一層のシェア拡大を目指している。2006年度の住宅販売個数が創業以来発となる5000個突破を達成。2010年から10月1日をもってトヨタ自動車の住宅事業を統合した。2013年リフォーム事業の新会社、トヨタホームリフォーム株式会社を設立。2015年トヨタスマイルライフ株式会社リフォーム部門と、 トヨタホームリフォーム株式会社が事業統合。2016年、ミサワホームを連結し会社化。2020年親会社のトヨタ自動車とパナソニックの合弁会社であるプライムライフテクノロジーズ株式会社の連結し会社に移動。トヨタエコフルタウンの敷地内にあるモデルハウス以下の販売会社、住宅関連会社。関連会社を持つ。 積雪地帯である北海道、東北地方北部、日本海側の全県、これらに加えて、徳島県を除く四国地方、九州地方南部、沖縄県は営業エリア外となっている。扱う商品が、販売会社によって異なり営業エリアが重複するものがある。トヨタ自動車の自動車販売会社と似ている。販売会社、トヨタホームグループ。 住宅関連会社関連会社現在過去など、ありがとうございます。